これさ、青と赤どっちが本物だと思う？赤が本物なんだよ。これわかんないよね。ということで田中球児です。偽物の精度がえぐい。しかもさ、これ見て、これさ、すげえ持ってる上にさ、殺すとさ、屈伸してくるのよ。で、これ誰にもしてるから、俺以外にも。だから俺悪評広まってんだよね。ふざけるなって話だよ。ということでね、俺じゃないということを伝えたいがために今回この動画撮っていきます。どうぞ。さっき、こいつやべえだろ。もう見分けつかねえよ。OK？ リロードして。もうなんだこいつ！は？おい！明るい字で、ねえ、俺の今屈伸してたこいつ！明るい字で俺の偽物で、なんでそんなうめえのにゴミみたいなことやってんじゃん、お前。なんちゅう。おい、うまいやつ、性格いいみたいな大嘘正してるやつ、反省しろこいつ。地獄みたいなやつがいるぞ、もう。OK？ 地獄みたいなやついるんだけど。おい、なんだこのゲーム！終わってます、ミンドが。中田球児マジでやべえ。完全に俺のこと似せてきて。あ、ミスった。こいつ犠牲だな。こいつ行ってくんねえか、俺の犠牲に。いや、お前、俺の犠牲に行ってくんねえか。よし、よし、よし。すまねえ。なんで、勝つことはないっす。あ、でもこれでいけるんじゃない？いや、まだいると思うぞ、これ。いる、いる、いる。信じろ、逆に。ナイス！よしよし、いいね。でもこれまた別のところでイモリ出すだけなんだよな。冷静に考えれば。オッケー。これいると思うんだよね、ここ。いや、いたわ、やっぱ。俺の読みは正しかったな。誠に遺憾ながら。これするしよ。どうせ真ん中見てねえだろ、逆に。逆の油断が。本当に見てないね。これ絶対いるよね、ここの、こういう中田球児。これね、逆にカバー来ない。逆にこいつは絶対中のやつはカバーしてこないと安心感が。さて、狩るか。中田を。危ない。時間かけよ。時間をな。これ時間かけていいぞ。まだいる。ふざけんな、うっぜえ、こいつ！ほんとこいつぜ！これ確信犯でさ、今の確信犯でさ、今の屈伸。2週間後に、ちょっとサボってたら、こんな地獄みたいな。見てんのこれ！もうさ、トリップ前なくせよ、このゲーム。このゲームトリップ前なくせよ、マジで。いらねえよ、トリップ前っていう。これ真ん中見てないから、逆にマジで真ん中見てない。ほらね。すごくない？一回も真ん中歩いても撃たれてないからね。オッケー、これでかい。もうこれさ、これさ、トリップ面壊しても爆発ダメージなくせよ、マジで。オッケー、いけるんじゃね、多分いるぞ、これ。やったのかよ。俺じゃないやつが全員中田球児やってるよ、この家ヨーロってやつが。毎回中田球児勝って抜けんだけど。まあ、俺が行くまでもないということでしょう。オッケー。おいおいおい、恥ずかしくないか、ずっと持ってて負けそうになんの。恥ずかしくないか。いけ、この中絶対いるぞ。え、怖い。どんだけや、どんだけいるの。いえ、ヨロ、いけ。いやー、マジでやべえわこれ。怖いね、このゲームが。どんだけ持っとるんじゃ、このゲーム。ねえ、中田90。どんだけチーレス好きなんじゃ、お前。チーレス以外やってねえだろ。よし、俺は上行く。中田どこ行くんだろう。もしかして。まあ、さすが俺の偽物といったところだろう。同じところに最速で来るとはな。行け。おい！ NA45！いいじゃん。ダブル NA45 と行かせてもらおうか。いや、いるでしょ、これ。いねえか。任せろ、ナイス。
ねえ、それやめてくんない、ちょっと。それやめてくんない、それ。こいつさ、こいつ俺の悪名をお前広めてんだろ。お前殺したときその屈伸やめろ。なんで悪名に悪名、偽物に悪名を広がれなきゃいけねえんじゃ、マジで。これ中田球児と同じ名前のやつがいて、赤レジでも俺違いますから、俺やってないですから、皆さん信じてください。こいつがやってるんです、こいつが。おお、なんでそんな待ってるの。おめえのショッカーだし使えねえな。お前のショッカーだし使えねえわ。俺せめて俺のさ評判下がってんだったら、せめてショッカーでしぐら使えろよ。こいつマジで動かねえんだよ。こいつどんだけ同じとこにいるんじゃ。オッケー、こっち側でいいんじゃねえか。あいつが多分さ、イモってるからさ、あっち側で。逆にこっちが見てない気するんだよな。あいつマジでやべえな。マジで動かねえじゃん。ねえ、爆発してくれよ。なんで爆発しねえんだよ、今の。意味ねえじゃん、爆発しなかったら。なんで爆発しないこともあるんだよ、普通に NA45。 いやキロ強すぎる。最弱武器と言って申し訳なかった。次パッチで弱体化すべきだと思う。あいつかなりてるさ。おい、なんだ今の雑魚落つって。もうこいつダメだもん。でもキルレにやるのか。いや俺よりか貢献してるってこと。ちょっとだけスイブル使っていいか。おい、でも中田球児いるじゃん、偽物の。でもこいつの前でなんか NA45 以外使ったらなんか負けみたいで悔しいな。俺はこいつにキルレで勝つ。こいつマジでイモるからな。もう偽物のチーレスしかいない中田球児。中田さん、中田さん、もしかしてここいるんすか。中田さん、妹でごまかさないでください。中田さん、嘘でしょ。で、生き逃げされた。遅っ。あいつやべえな、マジで。どのマップでも やべえとこにいつもいるんだけど。基本的にどのマップでも地上最悪のポジションにいるな。なんで見られてんだよ、これ。で、中田球児と合流して。来い、こっから。ね、赤点出すのやめて。ね、赤点出すのやめろよ。まあいいや、赤点出したから今結果的にやれてから許さねえよ、やっぱ。ねえ、中田球児、俺の周りで赤点出してくんだけど。おい、カバーしろや、ゴミ。中田カバーしろや。おい、名前、奪っといて、赤点も出して、死体屈伸もしといて、それっすか。これ、おぞましいわ、これ。ほんとに。中田、どこいんだ。おい、中田、せめて俺の代わり死んでくれ。中田さん、中田さん、そうでしょ。中田さん、前に味方が展開してるんですよ。なぜ中田さんそこでいもってるんですか。俺怖いね、彼が。俺殺せんのかな、敵を。いるじゃねえ。ごめんな、どこ見とるんじゃ。え、ねえ、どこ見とるんじゃ、お前。お前見てたんじゃないの、そこ。いや、これでこけりゃ2ですでさ、俺、いや、やっぱチーレスおかしいと思うわ。こんなずれだろ、こんな。まあ、ちょっと俺、先般してるけど、まあ、罪悪感ないですね、この試合は。ナイス。中田さんのおかげで罪悪感ないですね。お、嘘だろ、中田嘘だろ。これ中田別に前を見てるわけでもないんだよ。しかもこれでなんか前を見てくれてるみたいな感じでもないから、別に前後ろに敵いたからな、一回。これが厄介なとこだよ。これでも別に前見てんだったらね、100歩譲ってまあまあいいでしょうぐらいのところはあるけど、これ別に前見てるわけじゃねえからね、彼。普通にスルーされたからな、敵。何を見てんの、ちょっと見に確認しに行くか、せめて。せめて彼は何を見てるんだ。彼が何を見てるか。これ何見てんの。なるほどね。でもこ
さっきなんでここいたの？ここ見てたらさ、絶対登録ね。こっちのルートは見てないってことか。こっちのルート見てないからさっき来たんってことなんかな。でも TDS 上だとこいつの方が役立ってんだよな。確かに。なんか、俺が悪い気してきたわ。そうか、チールスモードはそういう感じか。そうだよな。なんか、もっと祈った方がいいんだろうな。もっと、こいつを見てると、そう死んだ。初めて。それは、すげえ。あそこクリアリングされてんの初めて見た。もう足を、ほんと鉄算ねえと弱いな、このゲーム。なんかこの勝利の音が悲しく聞こえるの俺だけか。ということで、今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。中田90は偽物がいるんで注意してください。名前がさ、なんかさ、プロフィール上でもほぼ変わらないみたいな偽物いるじゃん。あれ何の技術使ってんの本当に。あれ謎じゃねえ。どうやってやってんのあれ。